これ早いわ。なんだろう、伸びる。やっぱホイールだな。うわ、このホイールやば。このホイールやば。このホイールがやばいな。あ、もうギアない。マジか、速いな。ホイールが速いな、これ。ホイールがインチキだな、これ。ポジション出てないのに速いっすね。フレームは重さがあったんで硬くて、剛性はありましたね。でホイールがめっちゃいいっすね。やばいですね、このホイール。このホイール履いたらどれもかなり速くなりますね。あ、ハンドルあれですもんね。いいあの何でしたっけ、アルピニストですけどね。あとポジションが出てなくてもこんだけ速いんだなってびっくりしましたね。そうですね、でも早いですね。とりあえずホイールにめっちゃ感動しました、乗った瞬間に。うわ、やばこのホイールって。やっぱりあれですね、今の最新のディスクのホイールと一緒の伸びありますね。やっぱりスポークなんですかね、不思議な伸び感ありますね。早い、最新型のディスクめっちゃいいですよ。あ、本当ですか、乗りました。乗りました、めっちゃいいですよ、上りめっちゃ早いです。本当ですか。ていうかホイール確認しますもん、これディープって思って。しかも SL7 で履いたんで。ああ、SL7 はどうだったの？いや、キントーン乗ってるみたいでしたね。キントーンこうやって抱えて乗ってるみたい。わーとか思って。やばいと思って。いろいろ乗ったっすけど、どれも合成ガチガチのフレームとホイールばっかりで、やっぱり違うな、スペシャルはって思いましたね。考え方が全然違いますね。シナリウマク使って、もう BB の周りが全然違いますもんね。今、シェイプさせてますもんね。スペシャルの方は。他はみんなまだでっかくして、合成上げてるんですけど。まあ、ホイール変えればほぼ一緒ぐらいになるんですけど、多分。でも、うん、すごいですね。で、両方乗ったんですよね。52と49。49が当たりですね、サイズ絶対。そうなんか、ちっちゃい。49の方が伸び感がしっかり。52は普通の方にだいぶ触れて、なんか、均等運感はだいぶないですね。やばいですね。上りどこまでも全力で上れますね。足が全然へたれないですね。嘘って。あの浜北の森林公園あるじゃないですか、はいはい、あそこ結構急じゃないですか。あそこ全然全力で登れますもん。ダンシングも超楽っすね。何と思う。え、めっちゃ軽い。めっちゃ軽い。めっちゃ軽くないですかこれ。もっと走った方がいいですよ。あのグーンって進むっすそれ。このホイール。
はえくっそはえなんだこれはえはえマジはえビビュはえかぐれ伸びるまず軽い、すごく軽い。漕ぎ出しがめちゃくちゃ軽くてぐんぐん進む。ほんとそれだけ。だからホイール自分 50mm のプライムが入ってるんですけど、それよりもなんかちょっと硬いような気がしますね。でこっちの方がなんか空力考えられてるのか伸びがいい。よくこんなの作ろうと思いましたね。全然効きが甘いな。でも辛くないディープなのに。すげえ。いやーもう漕ぎ出しが軽くて楽っすね。でちょっと、まあ、シングルなんで最高速は45ぐらいで止まっちゃうんですけど。45も出してきたんですか。44ぐらいで止まっちゃったんですけど、まあ40で巡航できるわ。うんいいなと。であとはディープ入ってるけどあんまり風に煽られないが、うん、いいねいいかなっていう。引き上げ感は多少あるんですけどそんなに疲れることなく走れました。ありがとうございます。